うございます。今日は3月16日の月曜日になります。私は今自分が住むドルトムントのフォーニックス G っていうところにいるんですけれども、今から少しお買い物をしに行こうと思っています。今日はすごく晴れていますね、こういう感じです。人手は比較的ちょっと少ないかなと思いますね。また後ほどね、街の様子をお伝えしたいと思います。こんにちは、ようこです。現在私はドイツのドルトムント市に住んでいます。看護師でヘルスケアコンサルタントとして活動しています。今日は3月の16日の月曜日で、現在お昼の1時になります。今回の動画では、この新型コロナウイルス感染症に関してのドイツの現状と、私の住むドルトムントの街の様子と、私の前の様子をお伝えしたいなと思っています。で、今日は、今日のね、ドイツのこの新型コロナウイルス感染者数なんですけれども、6215人で、で、そのうちドルトムント市での患者数が33人、で、死亡者数が13人になってます。で、先週の1週間の間で一気に5000人増えたんですね。で、もう本当にこれパンデミックの状態で、すでにこのドイツ首相のメルケル氏が、もうドイツはね、パンデミックの状況で、もうこのまま感染の拡大が広がれば、国民の最大 70% が新型コロナウイルス感染症にかかるだろうって警告している状況です。で、それにあたってね、措置としては、薬や予防薬が全くない状況ですので、もうこの感染の拡大を遅らせる他ないということで、今日から、その取り組みとして、4月のね、19日まで幼稚園と学校がすべて、休校、休園になりました。大学も含めてですね。で、その他、国境関連に関しても、もうアメリカなんかもね、入国制限かけてますし、で、ポーランド、トルコ、チェコ、スロバキア、オーストリア、スイス、フランス、ルクセンブルグ、デンマークもね、国境の制限をかけてます。で、私にしたら、日本もね、ちょっとドイツとかヨーロッパ圏の人のね、入国はね、制限した方がいいんじゃないかなと思いますね。もう、こんだけね、増えているのでね、もうこのヨーロッパ圏の人をね、日本に入国させるのは、かなりね、日本にとってはね、リスクが高いと思いますね。で、例えば、今後ね、ひょっとして、この状況の中でもね、ヨーロッパのね、旅行を考えていらっしゃる方もいるかもしれないですけれども、本当にやめといた方がいいと思いますね。もうリスクが高すぎますね。で、例えば、で、現地でね、その新型コロナウイルス感染症に罹患した時に、その病院で、その日本ほどの治療とか、その対応をしてもらえるかってなった時に、やはり、私の、この看護師としての経験とか、患者としての経験から、申しますとね、日本にね、勝るものはないと思うんですよね。ですから、その万が一のことを考えた時もね、この予測されてね、やはりね、旅行をね、ちょっとヨーロッパ方面にね、考えている方はね、ちょっと考えられ、中止をね、されることをね、お勧めします。そんな状況の中でもね、結構ドイツ人の中でも、例えばこの夫の知り合いが、ベルリンに住んでるんですけれども、このオースターフェリエン、イースターの感謝祭で、この学校とか、職場で休暇がもらえるんですね。で、そういうこともあってね、旅行ね、もうその計画しているらしくて、このイギリスに旅行をね、家族でする予定らしいんですけれども、ちょっとね、こんな時期に、そのイギリスに、旅行するってね、どういうことなのかなってちょっと正直ね、ちょっともう驚きましたね。で、イギリスもね、多分そのうちね、入国制限かけるでしょうしね。で、しかもそんなもう、生き死にするような状況の中で、この旅行したところでね、もう全く意味がないと思うんですよね。ですからね、本当にね、ちょっとね、今後ね、旅行とかね、そういったことをね、考えられてる方はね、
本当にちょっと今一度ね、ご検討していただいた方がいいかなと思います。で、まあ、この入国制限以外にも、例えばこのドイツでも、ブンデスリーガの試合も、一部、二部の試合が、延期になって、先週の末から、まあ、4月の初めぐらいまではね、延期という形になりました。で、イベント関連に関しても、まあ、これまでは1000人以上のイベントは差し控えるようにっていうことだったんですけれども、まあ、規模に関わらず、小規模のものでも、まあ、ね、延期なり中止するようにね、進められています。で、まあ、あとはね、病院とか、老人、施設なんかに関しては、通常通り営業はしてるんですけれども、ただ、面会時間の短縮をとっていて、まあ、お昼の15時から18時までということで、まあ、それに面会者も、制限がありまして、まあ、患者さん、利用者さんの、まあ、関係するご家族の方1名のみという形になっています。まあそういう形で、で病院もまあ緊急を要する検査とかオペ以外は今はね実施せずに一応新型コロナウイルス感染症患者の対応をねメインに置くようにねされていますね。まあそういう現状ですね。で、まあその他まあ自治体の美術館であったりとか博物館も休園になってますし、で、あとはね、まあカフェとかレストランとか大きなね、商業施設なんかは通常通り今のところ制限がないんですけれども、まあ私の予測としては今後この感染者拡大がイタリア並みになって、この営業時間とか、営業する店舗なんかも制限がかかると思うんですね。ですから、まあ、例えばイタリアのように、薬局とか、あとはその、スーパー以外は、すべてね、閉鎖しないといけない状況になったりするんじゃないかなって、ちょっと、考えています。多分、おそらくこの1、2週間、ちょっとね、ごろっとまた変わると思いますね。で、まあそういうこともあって、ちょっと今日は私は午前中、またスーパーに買い出しに行きました。で、まあスーパーの状況なんですけれども、まあドイツはね、日曜日がスーパーがすべてね、閉まっているということもあってね、買い物する人はね、月曜日多いんですけれども、まあそれに加えて、まあそんなに買い物客はね、まだ言うほど多くはなかったんですが、品物がもうすでにトイレットペーパーはね、売り切れの状態で、で、缶詰なんかもね、もうちょっと品薄になってました。あとパスタやお米なんかも売り切れの状態でしたね。で、ただ生鮮食品はまだね、しっかりね、あって、お野菜とか果物とかお肉とか、まあそういったものもね、私はね、買うことができました。で、街の様子なんですけれども、まあ本当にね、通常通り変わりなくて、で、カフェとかもね、こう前から見るとね、お客さんね、通常通り入ってますし、で、まあ皆さんね、こう集ってる様子とかもありますしね。あとは結構ね、休校とか休園になったこともあって、若いね、子供たちがね、こう集ってましたね。あと小さなね、お子さん連れのね、お母さんもね、よく見かけました。まあそういうことですけれどもね。で、まあ昨日なんかでも、この私の住むフォーニックス Z っていうところは、昔このドルトムントは製鉄と鉄鋼がね、有名な街だったんですね。で、ただね、この健康障害とか環境の問題があって、炭鉱は閉じて、まあ新しいね、街づくりっていうことを進めていて、で、まあ10年ほど前から、このフォーニックス Z っていうところも、もともとは炭鉱の場所だったんですけれども、宅地造成されて、このマンションとか、あとはこの、まあ、会社とかがね、入るね、ビルが建てられてるんですね。で、まあ、この週末とかになると、結構このドルトムントのホットスポットになっていて、多くのこの街の人たちが、この、散策をしにね、お散歩しに
このフォニックス Z に来るんですね。で、このフォニックス Z の周りにはもう私の住むこのマンションがあったりとか、まあ、会社があったりする以外にもね、カフェとかレストランがあるので、で、まあそういうところにね、まあこうデートとかね、家族でね、こう余暇をね過ごしに来る人が多いんですけれども、まあ昨日なんかでもすごい人出で、で、まあもちろん私も夫も家にいたんですけれども、こうベランダから見えるんですね。でもみんなね、もうしっかりとね、こう団体になって集ってるんですね。ですからね、まあああいうのを見てると、まだね、この新型コロナウイルス感染症のね、この怖さっていうか、あんまり理解していないのかなっていうね、あの実感を受けてますね。で、今日は私もこの街に出た時に、もうマスクをしてたんですけれども、もうマスクしてる人も全く見かけないですし、まあ見かけたとしても、まあ中国人とか、韓国人とか、まあそのアジア系の人のみですね。で、しかも、もう私はね、通りすがりのおじさんに、もうかなり暴言吐かれて、で、しかもこのなんか高校生ぐらいの女の子の塊には、なんかこう、笑われたりとか、もうすごい嫌な思いしたんですけれども、でもまあ私にしたら、まあ、自分のね、健康の方が大事なのでね、もう一切無視してましたけれども、まあこれがね、1週間、2週間後に、多分あの人たちの考えがね、きっとね、変わるんじゃないかなと思うんですね。ですからね、まあ今はね、まあ引き続きね、気持ちを緩めずに自己防衛していきたいと思っています。ですから、まあ手洗いうがいと、あとはまあね、不急不要のね、外出は控える。で、人混みのところに行くときにはマスクを着用するなり、あと人混みのところにはなるべく行かないようにね、するなりね、自分なりのね、自己防衛策をね、取ってね、生活していきたいと思っています。でね、今ね、まだ商品の方もね、スーパーなんかでも揃ってる状況ですので、まだね、この備蓄されていない方がいらっしゃいましたらね、まあ少しでもね、何かね、生活用品はね、備蓄されておいた方がいいかなと思います。まあこういうね、ことですけれどもね、まあ少しでもね、この私の動画がね、お役に立てればと思っています。それでは皆さんね、お体に気をつけて、今日もね、良い一日をね、お過ごしください。それではまた。